じゃあどうもこんばんは。こんばんは。どうもどうも、2週間ぶりのご無沙汰でした。どうもよろしくお願いします。お願いします。スタートミーアップはもう6回目ですね。なんと早いですね。早いですね。あっという間の。はい。じゃあ今日はじゃあ最初に乾杯ですよね。恒例の乾杯をしたいと思います。はいはい。ちょっと待ってね。では鈴木さんお願いします。はい。おともさんお酒飲むタイプ？はい、飲んでます。素晴らしい。バリバリ飲みますよ。本当。うわ、いいね。じゃあ乾杯しましょう。はーい。じゃあ今日よろしく乾杯。はーい。どうも。はーい。今日僕お酒をいつも紹介してるんですけど、今日はライディンビアと言って、これ八海山なんですね。八海山で作ってる。いるらしくて、あれですよね、サルクラですね。そう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 、あ、サルクラって読むんだね。これなんて読むんだろうってずっと思ってたんだけども、うん、多分そうです。あ、そうだよね。やってます。俺もそれこの前飲みましたよ。美味しい。キリッとしててね。あ、本当に。なんか3種類ぐらいあったね。はいはい、うん、値段も案外お手頃で美味しいですよね。美味しい美味しい。はい、お願いします。お願いします。それでは、お願いします。鈴木さん、じゃあ軽く鈴木さんからご紹介のバトンを、毎度おなじみの鈴木さとしでございます。よろしくお願いします。お願いします。 TK エルフのガッツです。そして今日の、ゲストですね。スペシャルゲストどうぞ。おともと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。この初の女性アーティストですね。そうです。6回目にして、この禁断のお部屋にどうぞようこそいらっしゃいました。とうとう、ね、とうとう解禁です。よかったよかった。ということで今日はおともちゃんが、はい、ゲストで来てくれました。よろしくお願いします。じゃあともちゃんから、はい、自己紹介の方をお願いします。お願いします。はい、おともと申します。リンドンダンスガッツさんと一緒に新潟でパーティーやらせてもらってます。それと最近はこちらですね、7インチク出た噂の噂ですか。鈴木さんこれですよ。これ嬉しいです。すごい。7インチくんっていう漫画を描いております。7インチレコードのキャラクターですね。はいはい。漫画が先なんですか。漫画を描いてそこからグッズが生まれたという。そうです。これはもう手作りグッズですね。すげえ。もうなんか DDD ディンドンダンスを、はいはい、もうこう超えてきてるんですよ。7インチくんが。あ、なるほどですね。そういう7インチくんが、まあ、よくあるパターンですよね。あ、そう、よくあるパターンですよね。よくあるパターン。なんかともちゃんが描き始めた7インチくんに、うん、ディンドンダンス乗ってやろうと思ったんですけど、はいはい、7インチくんを使っていくぞと思ったら7インチくんがドカーン入っちゃって。ああ、そうですか。もうね、いや、まだまだですよ。くれちゃうんですよ。7インチ様ですよ。様あやかる感じで。バンドだったらいいいいです、ね、バンドだったら解散するパターンですよね。一緒にね、一緒に上がっていきましょう。本当に。ということで、そんなともちゃんを今日はゲストに迎えてお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。いやいやいや、呼んでいただいて。いや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 。で、まあ、じゃあなんでともちゃんが来たかということで、そのね、どこでこう初めましてをしたかということなんですが、あ、まあ、鈴木さんは今日初めましてですよね。本当の初めまして。テレビ越しで初めましてが、はい、初めまして。でもともちゃんは鈴木さんのことは知っていた。あの、一方的に。それはもう有名人ですから、新潟の。おー、え、いつから、どこで知った？どこでですかね。多分直接ライブとかはまだ見たことはないんですけど、はい、音源は聞かせていただいてますし。あ、 ありがとうございます。これはあれですか、トリオの方かな。はい、トリオの。あ、 ありがとうございます。最近なんか、このコーナー高齢化してきてますよね。なんかこう、俺が実はどこで何してるみたいな、そういう私の知らないところで、あ、鈴木って人知ってますみたいな。知ってます。いや、
軽く結構みんな知ってますよ。軽く肝を冷やしながら知ってますけど。いやいやいや、有名人ですからね。いやいやいや、それはもう芸歴が長いので。いやいやいや、そうで、ともちゃんと私はそれこそさっき話があった DDD っていう、はい、リングドングダンスっていうイベントの立ち上げメンバーで一緒に、はい、やってます。質問なんですけど、 DDD っていうのはいつぐらいから始まったイベントなんですか？ともちゃん、いつぐらいからですか？ DDD の第1回が2018年ですね。あ、それでも割と最近なんですね。そういう意味でね、3年前とか。はい。おお。もうちょっと前にガツさんとは DDD のミーティングでお会いしてちゃんとお話しした感じですよね。そうか、3年前なんだね。そうだね。うん、そうです、そうです。お会いしたのもっと前か、4年前ぐらいでしょうかね。うんうんうん。あの、その旗揚げをしたのがその3年前とか、そういう感じなんですね。そうですね。こんな感じとか、あっという間の感じですけど。うん、もう1年、あれ1年超えちゃいましたね、コロナでね。そうなんですよ、ね、なんかコンスタントに年2ぐらいでは大きなこうイベントを打ってたんですけど、うん、ねえ、もうじゃあそれこそ昨年はいろいろこう組んでたんですが、はい、全公演丸つぶれで。ああ、うん、先月ですかね、4月にやる予定だったんですけど、うんうん、その時が本当にちょっと状況良くなくて、なんかちょうどあれだよね、このスタミでも、うんうん、言ってた、あの、うん、公開情報ちょっと言おうか言う前か迷ってたやつで、一番最初の時なんか言ったよね、地域が出るかどうかみたいな話してどうなるんだろうって話したよね。それ、うん、それです、それです。なんで、なかなかこう、行こうとしてなかなか行けない感じでいるんですけど。ともちゃん、じゃあ、DDD の紹介も一応してもらおうかしらね。はい、紹介ですか？どんな、じゃあ、パーティーかを、はい。教えてください。はい、DDD は、でも、なんですかね、基本、やっぱりみんなスカが好きっていう共通点がある。5人が集まってイベントを制作してますね。いや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 。でもイベント自体はこうスカにこだわるんじゃなくって、うん、いろんなジャンルで踊れる音楽で楽しもうよっていう感じでやっていきたいなって作ってますね。ね、ガツさん。そうなんです、そうなんです。結局最初のその立ち上げメンバーが、まあ、スカが好きだっていうところで。集まって始まったっていう感じで、鈴木さん来てもらってますよね、一回か。ウッディに行ってるね、一回。そうですよね。あれ DDD だった、うん、DDD ってことにしましょう。ライブ見て、うん、割と最近のような気がするけど、多分、うん、うちらのライブ最近あの DDD しか出てないんで。あ、じゃあそうだな。おそらく、うん、割といらっしゃったんですね。バンドもフル構成のバンドだったから、うんうん、そうですね、だよね、言ってました、言ってました。それこそ本当にバンド地域もバンドスタイルでやったのがこの DDD の2月1年前、うんうん、1年以上前かな、うんうん、もうの時が今最後になってるんで、うんうんうん、いや、いつできるんかな本当に。もうあの頃マスクしてたんじゃなかったかな、お客さんで行った時。違ったっけな。いや、多分してましたよ。そんな時期だよね。だって、あれだよね、ともちゃん。なんだっけ、あの、手消毒の。そうですね。ね、消毒をおこうって言って、みんなで探し回ってたんですよね。ああ、ない時だ。そう。あの時みんな迷ってたね。後からもう一気にガーって来ちゃったんで、うんうん、まあ、ギリギリだったなっていうとこでしたかね。じゃあそんな DDD のメンバーのともちゃんが最近どんなことをしてるのか、ちょっと俺もまだ最近知ってないので
そこら辺をなんか あちこち羽ばたいてるので教えてください、その幅広い お願いします。なんかね、 DJ 活動、あの私自身全然そんな DJ を目指して頑張ってきた人じゃないので、ちょっと DJ したくないんですけどいや DJ 活動ですよ。ちょっとやるときもちょっと DJ のようなことをやりますっていうふうに濁して言ってるんですけど好きな、あのレコードを好きにかけさせてもらうっていう場を結構お声掛けいただきまして、すごい、はい、各地で、新潟ですね、新潟県、主に今やってるのがエディカフェ、はい、で僕、はい、見てやってますね。え、でもさ、毎月、まあ、毎週とは言わずとも、はい、毎月は入ってるよね。毎月入ってますね。すごいね、今の状況の中でも毎月やってる感じなんですか。はい、すごいね、今そこまでちょっとね、あの思い切りできないですけど、うん、ブラウンジ DJ っていう形ですとか、うーん、ちょっと飲みながら音楽もいい感じにかけてくっていう感じでよくやってますね。なるほどね。ちょっと俺ともちゃんに一個質問したいことがあったんですけど、うん、はい、最初の DJ は CD でやってたじゃんか。はい。そこからこうレコードに変わったじゃないですか。はい。今メインはレコードだよね。はい。そのきっかけってのは何？きっかけっていうのは、なんで CD を捨てて レコードに行ったの？あんまり本当にかっこいいこと言えなくて、ちょっと恥ずかしいんですけど、いや全然大丈夫、かっこいいからっていうだけなんですよね。あ、それはわかるな。レコードで回してる人のやっぱりこう見た目ですかね。確かに見ててやっぱかっこいいし楽しいし、うんうんうん、でこう回してる時にどんなのかけてるのかなとか見に覗きに行ったりとか、うんうんうん、そこで教えてもらったりとか、そういうやり取りもすごい楽しくて好きなんですよね。なるほどなるほど。鈴木さんも結構レコード聴きますか？そうですね、レコードはレコードを聴きますね。まあ、CD も聴いてますけど。ちなみに鈴木さんはこのレコード好きですとか何が好きなんですか？僕、そうですね、まあなんていうの、一応ビートルズなんですよね。あの元はビートルズの本で、ビートルズを聴くのが好きですけど、まあいろいろなんか聴いてますね。なるほど。うん。え、ともちゃんは最近買ったレコード、はい、買ったレコードっていうか最近のこれが一押し的なものは、最近は本当にスカのオーセンティックスカを頑張って今勉強中って感じで。すごいね、買いまくってるよね。いやいやコツコツも頑張って買ってますけど、すげー。なんかね、前のイベントの時にねちょっと話したけど、結局自分の好きなものしか買わないから自分の全部いい曲なんだよね。あになるよねってね。それです、それです。うちにあるレコード全部いいレコードだなってしょ、いつも。だよね。そうわかる。なんかだから自分がこうおすすめしたい曲をさ流してた時の快感とさ、あとお客さんがこの曲いいねって言ってくれるのは本当嬉しいよね。嬉しいですね。それが楽しみでやってるようなもんじゃないですか。はい、ね、そうなんですよね。え、で、そんなレコードが好きになってからの7インチくんだよね。ああ、はい。噂の。じゃあそのさっきの7インチくんのことについてちょっとじゃあ、はい、いきますか。教えてくださいよ。教えてくださいよ。はい、7インチくんが生まれたのがちょうど1年ぐらい前で。コロナがちょっと流行しだしてステイホーム期間になってもお家でやることがなくて、それで生まれてきたのが7インチくんなんですよ。はいはいはい。なんかお家で趣味欲しいなってこう描き始めて絵を、で最初はレコードの絵をなんていうの、模写みたいな感じで描いてたんですけど、うん、そのうちになんか生まれてきたんですよね、7インチくんが。早かったよね。あの、あ、そうですね。ね、レコードの好きなレコードを書き始めてからの
7インチくんに移行するスピードが速かったよね。そうですね。ね、7インチレコード自体を書き始めて、そこにこう、最初はちょっと目をつけてみたりとか、手足がついて。最初はね、ちょっと違う感じだと、こういう顔じゃなかったんですけど。そうだね、最初ね。まあ、大体でも、大体漫画はそうですよね。最初の顔とだんだん変わってくるからね。はい、そう、これがね、クリティカルヒットですよ、本当に。何、ごめんごめん、全然勉強不足なんだけどさ、どういう漫画っていうか、何が起きるの、なんていうの、はい、物語的なものっていうか。基本、七一君がこう音楽でちょっと元気のない人に元気を与えたりとか。おじゃあちょっとじゃあ、なるほど、一読者として、はい、別にあれですよ、その DDD のメンバーだからとかそういうの忖度なしで言いますけど、あったかいんですよ。ああそう、あったかい、本当、ね、しかもちょっと別にディスってるわけじゃないけど、うん、起承転結がほぼないっていう。ああそう、ある意味シュールな感じ。あ、そうです、うん、波風がない感じで、うん、あったかいストーリー。なるほどですね。物語はあるんですか。物語は一応ありますね。基本4コマで。4コマね。はい、4コマ。そう。落としがないんだ。でも、ともちゃん的にはね、はい、7インチくんの生みの親的には、落ちも、あれ、落ちてるんだよね。落ちも作ってる回もあります。そうだね。そう。気づいてもらって。そのオチも含めてあったかいんですよ、うん、あ、本当ですか、気になる。子供の系、あ、そうかそうか、よく癒されるとか言ってもらって本当に嬉しいんですけ ど、あ、読みたくなってきた、読みたいです。え、どうすれば読めるんですか。なんかレコードなんか今度お送りしますね、鈴木さんにも、うん、なんか読んでもらいたいです。あ、見たい見たい。あの、え、でもともちゃんあれですよね、こんなで見ないな、こういうのでインスタあるもんね、7インチくんで。はい。あ、7インチくん、はい、インスタに見つけてますので。ああ、いいですね。あと、はい。ツイッターとインスタで上げてます。あ、そうか、ツイッター7インチくんだっけ ?7 インチくんで、そうですよね。7インチくん。これ、安定してます。7インチくん。あ、見えてます、見えてます。大丈夫。ああ、いいですね。安定してるか。あの、あれしときますよ、DDD とかのアカウントからでも、はい、そうですね、皆さん行けるように、私のやつもこう、あの、リツイートしたりしてあげときますので。そう、ガッツさんもあのいつもリツイートとかしてもらって、本当にそういうのがありがたくて。リツイートします。なのでぜひぜひ見てください。盛り上がっていきましょう。でも、あれですよね、新潟以外のあちこちの方々から反応があってね。そうなんです。 SNS の力で、で、それでグッズ化したんだよね。そうですね。グッズはちょっと今手元に用意してみたんですけど。お、見た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 、実際のもの出た。すげえ。T シャツだ。くん T シャツで。すごいじゃない。いいね、かわいい。はい。さっき見せて、あの、ステッカーもグッズ化してますし、ほうほうほう。そう。あと、トートバッグとかね、キーホルダーとかも。へぇー。そうなんです。作っちゃいました。そうなんです。で、ちょっと俺、宣伝が足りなくて、うんうん。ごめんね、ともちゃん。7インチくんと地域エルフ、ちょっとコラボをさせてもらった時があって。あ、いいじゃん、いいじゃん。そう。はい、7インチくんの力を借りて、うん、はい。ちょっと便乗作戦出たんですよ、地域。いいじゃん。頭に、笹団子をつけてもらって。ほう。で、それをキーホルダーにしたんですけど、全然ライブやってないから売れなくて。出た。いい。なんでその、いいよね、そのうち大量に持ってくんで。ぜひ。そうですね。イベントやってね、あれ、参加したいですね。めちゃめちゃ可愛いんで。へぇ、めっちゃ可愛いです、本当に。地域のダブルネームなんですか。
そうですそうです、うん、いわゆるあれですよ、あのご当地キティちゃんとかそこら辺ですよ。ああ、あのイメージですよ。ああ、そっか、ややもすればいけるかもねって感じだね。どんと、なんならここにね、そうそうそう、笹団子が乗ってる。笹団子はついてる。そうです。ああ、でちゃんとこう踊ってる感じで。あ、ええー。書いてもらったんで。本当に。なんならこう新潟のサービスエリアとかに置きたいですよ。本当に。でもややもすれば本当にいけるかもね。そういうことも。絶対ライブ始まったらバカ売れなんですよ。いや、笑ってないけど、いいじゃん、いいじゃない、いいじゃないですか。こんな感じの。もったいないね。だからもう早くねしたいですよね、うん、現場で。そうなんです。そうだ。かなり前回。どうじゃん、あれかね。いろいろとこれからまた決まってますか。DDD ですか。うん。DDD はね、決まってないよね。決まってない。決まってない。決めなきゃなんだけど。練ってるところ、ね。そう、まだね、練ってるところ。おともちゃんとしてのイベントとは、イベントってか、なんか参加するのは、なんかありますか、はい、私が次予定があるのが、うん、6月12日土曜日。ほいほいほい。はい、私が明日じゃん。明日ってことね。明日ですね、ディカフェさんで DJ 呼んでもらってて、エルボラーチョスさんのライブが。ああ、そうか、ケンボーさんということで、ケンボーさんですね、はい、ついにこのあとまさきさんがちょうどバースデーということで、おー、パーカッションの、はい、ああ、本当ですか、へえ。それこそこのデイイベントですか。デイイベント3時から15時から。やばいですね、これは。いいね。それこそこのスタートミーアップのゲストで出てもらった、はい、うん、健坊兄さんの、はい、なんで、はい、そっか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 、昼こちらにこれがのダンスのカーリーも一緒に。おおおお、なるほど、 DJ カーリーも一緒に出て、はい、カーリーさん、メンバー、 DDD の、あ、メンバー、ね、DD、うん、そうですね、うん、でそれでそれが明日、うん、明日ですね。おお、いいね。え、次の日もあったよね。あ、違ったっけ。同じ日に、うん、次の日じゃないんですよ、同じ日にもう一個あるんですけど。うーん、俺さ、そのイベントも教えてほしくて、はい、はい、え、お座敷？そうなんですよ、市役所のすぐ近くにいさこまさんっていう居酒屋さんですね、うんうん、めちゃくちゃいい感じのお座敷の居酒屋さんがあるんですけど、そちらで、夜からはまたカーリーと一緒に DJ で呼んでいただいてます。すごいね。あの郵便局の隣でしょ。そうですそうです、ね、いさこまさん、靴下ナイトっていうイベント名で。へー、これはオールジャンル、はい、オールジャンルな感じで。はい、本当にオールジャンルですね、こっちは。うーん、はい、え、居酒屋の店を貸し切ってのイベント、はい、そうですね、貸し切りになると思います。うーん、畳のところに DJ ブースがっつり組んで。いいな、そういうの面白そうだな。いいですね、なんか新しいことがいろいろ始まりってますよね。ね、はい、最近ね、ちょこちょこねしてるかなっていう感じ。スーツさん、それこそなんか、うん、トリオで仕掛けようとかないんですか。私、はい、ライブはね今んとこないんですけど、はい、まあちょっと仕掛けようか、うん、そうですね、ちょっと考え中ですね。練習中ですね。あ、まだまだ、うん、考えなくもないし、やりたいとは思ってるんですけど、今んとこ夏はね、決まってないね。よく考えたら。秋ぐらいからやるんかなっていう感じですけど。それこそ、これできませんかね？ね。はい。そんな、いっぱい集めなくてもいいんで。そうですよね。出てもらった人に、全員勢揃いで。
試し打ちでもいいですね。ある人なんていうんだろう、そんなあの気合い入れてがやんなくても、まあ試し打ちって言い方あれだけども、うん、ね、様子見って感じで。わかりますよね、はい、大本番じゃなくてもそれはそれで楽しいと思いますけど、うん、いいかもしれないですよね。はい、そう、夏ぐらいになんかできればなーなんて。オフラインバージョンですね。そう、オフラインバージョン、オフラインバージョンね、いいかもしれないね。大事、大事、できたらな。すごいな。じゃあともちゃんは今週が2本なんですね、 DJ。ですね、土曜日2本。その後は何か決まってることはありますか？その後は、エリカフェの偶数月第1土曜日に、うん、一応レギュラーの代打なんですけども、うん、ニュージェネレーションのユウスケが今までやってたレギュラーが今ちょっと家庭の都合でお休みということで、仮友でエディカフェのレギュラーを代打でやらせてもらってます。よっ、レギュラー代打土曜日。まだ全然あの詳細決まってないんですけど、日程だけは決まってます。いやでもレギュラーはすごいね。すごいね、すごいすごい、すごいっすよ、すごい仕事量だありがたいです。素晴らしい。もうね、じゃんじゃんやってもらって、まあ、そこに便乗させてもらうっていう形で、新エルフは。そうなんですか。次さん、もう時間やばいですか？全然大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃないですか。あの、例のお知らせが来ると思うんで。あ、了解です。まだお話どうぞ。あ、新潟について感じてること？新潟の現状？あ、どんなもん？今、ともちゃん、外にこう遊びに出てて。はい、逆に教えてほしいんだよね。コロナもあってうんぬんいろいろあるけど、こうおすすめのパーティーだとか、なんか前とこうやっぱ雰囲気変わったなとか、なんかありますか？いや、雰囲気変わったはだいぶ変わってますね。やっぱこう二分化してるっていうか、いつもいる人はいつもいるし、もう全く遊びに出れなくなっちゃった人は全く外に出なくなっちゃったしって感じで。え、人数的にやっぱ減ってる？減ってますね、うん、遊びに来れる人はやっぱり限られてきてるんですけど、でもやっぱりできる範囲でいつもの人たちで楽しもうっていう感じで集まってくる人は毎週毎週いますね。あ、なるほどね。うーん、あとやっぱコロナにこう、うんうん、あ、ごめんね、どうぞどうぞ。でから、あの、私も全然県外も1年以上行ってないんですけど、私自身は新潟で結構遊び行く範囲が増えました。あ、ともちゃんだってね、コロナの前は、はい、ね、あちこち行ってたもんね、イベントね。はい、そうです、ね、県外ね、県外をしょっちゅう行ってたんですけどね、はい、そうだよね。村上の方でもすごい楽しいイベントやってますし、去年も初めて中町とか行ったり、あの、なんだっけ、村上の、アンダーだ、アンダー、はい、アンダーってさ、駅から近いの？駅からちょっとありますね、多分歩くと30分ぐらいかかると思います。あ、歩けば30分ね。車でしか行ったことないんだけど、うん、いいよね。これすごくお邪魔して素敵な箱だなと思って。去年の夏ですかね。うん、そうそう、やらせてもらって音もすごくいいし。でかい音出せるんですか？でかいよ、でかいんです音は。あ、本当ですか。おー、へー、すごい、あの手作りのシステムがちゃんとシステムがどんどん置いてあって、しかも国道沿いだっていう本当、あ、はい、だから夜中行けるんだ。夜中も全然出してるね、うん、隣がなんかもう林みたいな感じで山みたいなあ、すごいね、なかなかいいですね、それも。そうなんですよ、最高です、あそこは。でもやっぱね、そういう新潟のあちこちでいいところをなんか見つけて知ってきたよっていうのはいいですよね。うん、そういう機会でもありましたね。確かに、でもそれは本当だよね。なんかやっぱり楽しみを求めて県外へみたいな流れがね、今まであったけども、
再度ね、今こういう時期だからこそ県内で遊びましょうみたいなね、そう見直すチャンスなのかもしれないですよね。確かに。うん。ウエスタもあれですよね、ご自身のなんかインスタは結構新潟のことをアップされてますよね。新潟をうろついてるっていう想定で、想定っていうかそうなんですけど、うん、なるべく吹き込まないようにいろいろ動いていこうかなと思ってますけどね。すごいなんか新潟の情報をアップしてくださって、ああ、情報ね、見てて面白いです。本当ですか、ありがとうございます。これからもめげずに行きますよ。めげずに行きましょう。時間がですね、あと7分40秒というお知らせが到着してますけども。どうですかね、じゃあ鈴木さんのコーナー一回行きましょうか。一回行きましょうか。ありがとうございます。はい、じゃあサトシコーナー行きたいと思います。出ました、恒例の。恒例の、はい。これがなきゃやってらんない、みたいな。はい。最近私ですね、FM 松本っていう長野の放送局にちょっとお世話になってて、月に1回ぐらい出演してるんですけど、ヒッコリーサウンドエクスカーションっていう、ね、番組に出てるんですけど、そこで今日ちょっと FM 松本のパンフレットがあったんで、ちらり小道具を持ってきました。こんな感じで。79.1MHz。今、スマホのおかげでですね、全国どこでも聞けるんですね。だから本当にありがたいんですけども。はいはいはい、でそこでですね、僕勝利 We Are Genius っていう自分の鈴木聡一人以外に、ユニット、番組でユニット組みまして、それの今制作ずっとやってたんですけど、で曲やってて、でそれがやっと完成したので、7月にそれがオンエアされるんですけど、すごい、うん、でも全然リリースとかそういう予定はなくて、とにかく放送だけで流そうっていう、そういうこと で放送流したら、まあ、次の放送局に売っていこう、宣伝していこうみたいな、そういう活動してて、まあそれこそやっぱりコロナ禍での何とかこう自分たちを表現していこうって、今でもライブしかなかったし、ライブ頼りっていうとこあったんで、自分もまあ挑戦ってことで、まあそういう感じ、まあ縁があってやらせてもらってたんで、まあ今後もしっかりやっていこうかなと思ってて、で6月17日の木曜日に19時30分からちょっとコメントで喋るんで、もし、スマホをお持ちの方は、みんな持ってますね。FM プラプラっていう無料のアプリがあるんで、それを落としてもらって、聞いてください。ミニ FM 曲面白いですんで、今。ぜひ注目してください。以上でした。おはい、鈴木さん、あれですか、そのユニットは、はい、トリオとはまた別で。別なんですね。僕とね、あと北海道で、札幌で活動してるミニキュートっていう、それ打ち込みのエレポップみたいなグループなんですけど、それとまた一緒に組んで、お互いの、なんていうの、アレンジで曲書いてやったりとかして、まあ、本当の企画ユニットですよね。いやー、すごいな。なんか、でも結構面白いですね。自分も本当に挑戦って感じで。へー。うん、皆さんにまたお聞かせします。それってあれですか、鈴木さんは基本じゃレギュラーでラジオに出てる、うん、月1ぐらいね。月1回ぐらいで、ね。いろんな、そう、定点コーナーやってるから。レギュラーじゃないですか。そうなんですよね。いつどうなるか分かりませんけど、今のところ。そうか。そんな感じです。なるほど。以上ですよ。それがあれですね。もうすぐオンエアなんですね。オンエアはね、7月。7月の頭に、世界初の。7月。はい。なるほど。そうです。すごい。でもね、こういう、ことがあったから、できたってことですよね。おっしゃる通りですね。うん。そうですね。そうそう。自分もそういうやる気になったし、なんかそう、模索したしね。うん。まあ今も模索中ですけどね、もちろん。このスタートミーアップも。うん。まあ、ね、そうですよね。模索してる。そうですね。まさにその姿を皆さんに見てもらうという感じですよね。本当に、ね。どんどんいろんなゲスト呼んで、何でましょう、やっていければと思います。ね、本当に。それこそ、その、長野のかな、うん、ラジオ局の人、うん、呼んでくださいよ。呼んで、出てくれるかな、分かんない。顔出すこと得意としないんで、なんか、あと聞いてみます、ね。うん、俺、ラジオを止めるな、呼んで。うんうん、感動しましたからね。遠藤さんのやつ。はい。いいですよね。そうそうそう。はい。
FM ポート好きだったんで。ね、本当にも。はい。そんなでした。うん、いやー、本当に今日はありがとうございましたね、ともちゃん。ありがとうございました。いいお話いっぱい聞かせてもらって。本当に、初めての高一点の女性ゲスト。そうですよ、本当に。後にも先にもかもしれないしね。いや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 、これから来るかもしれません。来るかもしれませんか。本当に。うん、ともちゃん、じゃあ特にあとはあ、そうだね、することはないですか。大丈夫ですか。お知らせ、そうですね、ないですないですか。まあね、夏秋ぐらいに DDD も、はい、 DDD やりたいんですけどね、どうなるかまだ、ね、何かしらできたらなーっては思ってるんですけど、多分何かしらやるんですけどね、ちょっと今、うん、水面下で模索中ですっていう、動いてますっていう感じですね。はい。やりたいですね。地域もちょっとそのうち映像を撮ることになっていて、あ、そうなんですよ。なんでそれを撮ってっていうのと、あとリリースに向けて着々と、うんうん、はい、やっておりますので、あ、次回あれだな、 T シャツ紹介しますね。新しく作ったやつ。作ってるの。いいですね。はい。楽しみ。完全なる趣味なんで。はい。欲しいっていう人にだけはじゃあ、はい、あれします、準備しますっていう感じで。ありがとうございます。おしゃれですからね、いつも。ね。そんなことないですよ。あ、ということで。あと1分切っちゃった。次回。あ、じゃあすいません。次回予告ね。次回の、はい、ゲスト。はい。BBC の柳くんもう一回来てくれます。ちょっと聞けなかったカフェのお話と、あとお父さんのお仕事の話をちょっと教えてもらおうかなと思ってます。私もまだ行ってないんで、トムちゃん行った？行ったことある？行ったことないんで行きたいですね。行きましょう、行きましょう。カフェにあるおしゃれな、うん、おしゃれなカフェに、うん、ぜひ皆さんでじゃあ行きましょう。みんなで行って、本当に盛り上がっていきましょう。ということで、じゃあ次回は小柳くんがまた登場してくれますので、はいはい。では、今回のゲストは DDD よりおともさんでした。おともでした。ありがとうございました。ありがとうございました。七インチ君もよろしくね。よろしく、七インチ君。バイバーイ。